はい、おはようございます、ポポナカです。うん、今日はというか昨日お昼の2時ぐらいからもうずっとここのパーキング止まってました。もうここのパーキング何時頃やろ、お昼2時には着いて、よし、今7時17分、3、4、5、6、7、17時間、岸のパーキングで17時間止まってました。ずっと止まっとった。ここシャワーあってびっくりした。うわ、シャワーあると思って。ということでぼちぼち出発します。ここからあと20キロです。
な、ほんで積み取った当時はなんかティッシュペーパー積み取ったけど、こう廃棄のティッシュペーパーがバーンってなんかもうばっかに入ってバーンってやもやねんか、こうギリギリティッシュになられへんかったみたいなとか、まあ、細いティッシュとかこうなんかこう握り拳ぐらいのティッシュとかスパスパーンって聞いたらロール状になんかバーンって捨ててんねやんか、これつけいちゃうとかちょっと思いながら見とったけど、鹿児島もなんかようはしごとかキャタツボって言っとったけど、もう全然行かなかったけど、こうやってパーってなんか走ってたら、あーこの辺積みに来たなーとか言ってやっぱ思い出すな、まあ、この辺っていうか、まあ、風情ももうちょっと向こうだけどちょっと分からないけど、で風情積みに行った時に待機する、まあ、コンビニローソンかなんかがあって、ほんでローソンで待機して、ほんで、まあ、まあ入んねんけど、ローソンの横にあのちょっとあのこうピンク系のお店があって、こうもやっとするねそうそうそう、なんかなんどんななってんのかなと思って、そう、あさあ、ほんなら今日も一日一生懸命頑張ります。よっしゃ、じゃあインター出ます。もうここからすぐですね、直人です。じゃあ皆さん本日もご安全にです。天気よい、天気よき、ほんまに天気よきやな。あ、ちゃんと止まってるやろな。僕はね、一番怖いね、ほんまに。ずーっと長いことパーキングで止まって、なんか足上げて寝てる時とか、なんか走り出して、もう ETC 寄ってまうのに、ブーとか言うてるから、うわーい、抜けてるー言うて。はい。北九州空港8キロ、バックです。じゃあ皆さん、本日もご安全に、ですです、終わりまーす。ポチッとな。なんか景色いいわ。ここで降りたことあったっけ？250m 先、そこやな、そこを左曲がって、あ、俺ここ来たことあるわ、一回だけあるある、思い出したわ、ポリーって言って、あのセブンイレブンのとこ、あ、いや、言うもんよ、そうそう、あ、そうやそう、行ったことあるあるある、思い出した、思い出しました、はい、よいしょ、じゃあ終わります。